ホークス勝利、有原好投で7勝目、井上初安打など打線7安打3得点、2位ロッテに再び3ゲーム差、勝ったペイ、3球オスナ、有原8回無失点、功績すぎる、井上初ヒットにマルチ、ナイスゲーム、明日も勝って勝ち越しだ、高穂、有原ナイスピ、少ないチャンスでよく得点したね、そして今日は井上のヒットがしっかり得点にもなったのでポジポジ、劇場、じゃない、最近大敗した翌日は完封してるな、ナイスゲーム、明日も勝つぞ、有原オスナありがとう、まさったばあ、はあ、2時間24分で終わってくさ、この試合一言で表すならストレスフリー、サクサク終わったな、高穂完封勝ち気持ちいい、みんなありがとう、爆速ゲームセット、会は来年もオスナにいてもらうために抱きついてるな、離さないぞと、オライミヤで勝利、今日は堅実な勝利や、井上マルチ最高、勝ちたか、今日はストレス全くなく勝ったな、井上くん初安打初得点初マルチおめでとう、オスナはやっぱり感覚の問題やね、さすがだ、お疲れ様でした、ダイヤモンド有原ありがとう、井上くんこれからのホークスを頼む、いやほんま楽しい試合だったわ、エースが抑えてルーキーが打ってクローザーが締めた、今日は久しぶりに良い試合でした、いやーいい投手戦だったね、序盤か中盤までなら完封狙いに行ったかな、ほぼ言うことなしな試合、高鳳凰やった、劇場がなくても物足りえぬ、安心して見れた、明日勝って勝ち越すぞ、今日は良い勝ち方や、勝ちました、有原宝石、井上くんマルチ最高や、高鳳有原さんやっぱ宝石だった、アキラ抹消でどうなるかと思ったけど素晴らしかった、多めに撮った時に限って放送時間だだあまりする RKB、 井上が打ったから勢いは少し出たよね、井上アキラ日も頼むぞ、まだ2位になれると信じていいですか、胃薬なくても見られる時短試合なんて本当に鷹の試合なのか、有原とかオスナが笑顔だとなんか嬉しいわ、プロ初スタメンでしっかり爪痕を残す井上くん第一関門突破や、投手がしっかり抑えて若手が打っていい試合だな、